えー、国学院大学3年の平林、えー、清澄が初マラソン日本最高記録2時間6分18秒で優勝日本学生記録も更新パリ五輪設定記録突破者はなしはいこんにちは大阪マラソンが世界一大好き893チャンネルですはい今日はですねあの大阪マラソン2024があったんですけど 今日は国学院大学の三年生の平林清澄選手が初めてのマラソンで日本最高記録と日本学生記録を更新したってことで話題になってますね。で今日はこの感動をマラソンファンの皆さんに更新するために急遽動画を撮っています。はいでは今からニュースを読ませていただきます。 大阪マラソン、今年今夏のパリ五輪の代表選考となるマラソングランドチャンピオンシップファイナルチャレンジを兼ねて行われ、初マラソンの、えー、平林清澄が2時間、えー、6分18秒で優勝した西山和也の持っていた2時間6分45秒の初マラソン日本記録を更新し、 え横田俊吾の持っていた2時間7分47秒の日本学生記録も更新した今大会で MGO ファイナルチャレンジ設定記録突破者は出なかったはい、ということでね、まあ、2位はね、あのウガンダのスティーブン・キッサー選手だったんですけど、まあ、最初は、ね、キッサー選手が、はいまあ、ちょっと有利かなと思ったんですけど、まあ、最終的にはね、まあ、平林選手が、まああのはいまあ、1位になったということで。はい でまあ、これがゴールの瞬間で平林選手と喫田選手ですね。まあ、これが実際のゴールの瞬間ですね。と、はいまあ、いうことで、はいまあ、平林選手が、まあ、日本最高記録と日本学生記録を出したんですけどこれについて思ったのはいや素直にすごいなと思いましたね。はいまあ他の、ね、こういうサイトを見てても分かるんですけど まあ、ほら日本最高記録日本学生記録をマーク2時間6分18秒というのはすごいですよねはい、まあ、ありえないですよねもう怪物ですよ、まあ、こっちでも同じように書いてあるんですけど、まあ、國學院大學ってなんか別にそこまで強くないじゃないですかあの駅伝とかマラソンとかだと青山学院大学が強いんですけどやっぱりあの平山君はねあの平林君はすごいなと思いましたねはい いやーまあ前からね、この昼林君のことは目にかけていてまあ、応援していたんで、いやー、まあ、正直ね、あの彼の優勝はまあ非常に嬉しいなと思いましたね。はいいやー、まあ、だからね、今回の記録を更新したと思うんですけど、まあ来年もね、まあ大阪マラソン2025、まあ、来年もね、まあ優勝してほしいなと思いましたね。はい